はい、こんにちは、ゲーム動画でいこうです。はい、ダビスターやっていきたいと思います。こちらですね、オプション設定になっています。BGM のボリュームも調整できるようになればいいんですけどね。なかなかうまくいかないものです。さあ、まあひとまずやっていきましょう。アーセウマですね、こうなった場合。さあ、どの馬を合わせるか。お、なんか G1 コンプリートっていう、ありますね。再入球です。さあ、普通八重桜がレースに出走ですね。普通ウエストがまだ重い。今度は特別調教やってみますか。普通八重桜の若竹賞です。レースを見てみましょう。よくわからないメンバーですね。一番人気がコスモマクスウェル、2番人気が西野メルモ、我が西尾八重桜、普通八重桜は良い状態で平行線、目が輝いている、なんだそれ。さあ、若竹賞中山1800芝です。さ、スタートはどうだ。うん、まずはおっと、これは先頭を奪っていきましたね。いいスタートでさ、ただすぐにやって 3,4 番手といったあたりでしょうか。さ、4コーナーです。上がってきましたね。さ、ここで一気に抜けられるか。抜いた、先頭に立ちました。この気配が良ければと、かなり差を広げましたね。さあ、後ろからは、おっと、これ引き離して一方だ。ちょっと最後差が詰まりましたけど勝ちました。いいみたいですね。 OK です。繁殖牝馬、いい馬欲しいですね。すごいな、15億とか12億とか。そりゃ優秀な馬はいいですけど、そんな簡単には購入できないですよ。このぐらいからですかね。資金で購入する以外に
買いましょう。うん、こんなのがありますね。何をしようというのでしょうか。よくできた配合、見事な配合、面白い配合。ロードウェイズを買えって言ってますね。もっと買ったとこでお金なくなっちゃいますけどね。さあ、普通クローネも戻します。さあ再び安静調教です。なんか行く胸がいいみたいですね。さあ、よくできたがレースに出ますよ。普通八重桜いいですね。2連勝ですか。今後が楽しみになってきます。さあ再びレースですね。今度は重賞のシルクロードステークス。7番人気ですね。よくできたわ。でここでですね、2頭いるので逃げずに先行策でいきたいと思います。まあ、1200で大幅なんで、前行った方がいいんですけど、無理はできないですね。で、1番人気がロードカナロア。2番人気がマジンプロスパー。3番人気、エンシンバーゴ。これは聞いたことはない馬ですね。で、4番人気がラインブラッドと。で、我がよくできた7番人気。コメント聞いてみますか。おー、絶好調と言われてます。チャンスですね。雪がパラついてます。そう、また寒い日々が続きます。今日もすっごい足元冷えて暖房入れて温度も上げたんですけど、全然寒かった。ちょっとおっと、よくできたマクリー。でも全然上がっていけてないですね。なんか外ぶん回してもったいなさすぎる。距離短いのかもしれないな。ロードカラオアが抜け出しましたね。惨敗です。よくできたわ。盗ませてんのかな。放牧させましょう。八重桜は調子上がってます。普通エストも結構いいですね。そんな普通トライが戻ってきました。八重桜は今度は共同通信社杯、共同通信杯出走ですね。気合を持って絶好調だということで、チャンスですね。さてと、
さて、わあ、全然ダメですね。人気ないですね。状態は絶好調？熱意を感じる目ですって、いろいろ言われてますね。で、一番人気が、岩誕生のディープブリランテ。2番人気が池添安蔵シンハライト。3番人気が戸崎安蔵スマートオーディーン。4番人気が一段上、バンケッシュランでしょうか。他に武豊安蔵のアドマイヤキッスあたりも、人気してますね。さあ、レース行ってみましょう。スタートはなかなか良かったですね。さあ、どこまで頑張ってくれるか。今6番手つけてます。今5番手、少しずつ上がってますね。4番手とまた5番手。さあ、いよいよ4コーナーでしょうか。ちょっと外に振られましたね、ここ。下がっていきますね、ゆっくりと。ああ、ここまででしょうか。前がちょっと強いですね。さあ、ディープブリランテとシンハライトの一騎打ち。ディープブリランテの勝利ですか。なんか人気通り収まりましたね。我が普通八重桜は11着。ここではちょっとまだ格が高いか。さあ、今度は落葉ステークスに出て、小倉大商店に出て、さあ、これはちょっともう2走してるんで休ませましょう。さあ、今週は2週2レース出走です。さあ、まずは小倉大商店です。4番人気20番も1つついてますね。1番人気が、マルカシェンク福永安城、2番人気が松岡安城のコスモファントム。一応前に行く馬が多いですけど、小倉なので、逃がしてみましょう。もう小倉も雪ですか。結構北九州で雪が降りやすいっていうのは聞いたことがありますね。今年は雪が多めなんでしょうかね。あんまりいいスタートでなかったですね。まあ、それでも押して先頭に立ちます。なんとかコーナーワークを利して頑張りたいですね。ちょっとペース早いのかな。さあ、まだ先頭にいます。こっから、さすがにかわされてましたね。故障じゃないですね、さすがに。ちょっとやっぱり力不足なのでしょうか。でもまだ重賞を取ってないんで、早く取らせたいですね。5着には粘ったか。勝負どこで置いてかれたのが致命傷になりました。さて、スノードラゴン当選
当選レーブ、マイネルスケレッチあたりが人気で、結構印が、まあ、スノードラゴンがちょっといいぐらいで、でも他の馬も印はばらけてついてますね。で、普通ウエストは、なるほど、逃げ馬がいなし、最内枠なんで、これ逃げざるを得ないですね。大馬体、良いんではないでしょうか。おや、これは熱意を感じる目です。さあ、なんとか気持ちよく逃げたいとこですけど、スタートは良かった。このまま先頭へ。いや、自然な感じで先頭に立ちましたね。まあ、チャンスあるかもしれないです。さて、皆さん、週末はどうされるんでしょうかね。私はひょっとしたら、四日市の方へ、行くかもしれません。競輪の全日本選抜という大きなレースがあって、12日の月曜日が決勝です。見にくい。最後、垂れましたね。5着、ギリギリの5着。惜しかった。悪くはないですね、普通トライは。これで2走走らせたのかな。いや、もう1走か。普通ウエストが、これもまだ2走走らせてない。もう1走ですね。牧場へ行ってみましょう。早い、こういうの早いですか。早い馬。いつ入球しても問題なし。このまま行きましょう。で、リットに入れたいと思います。っていうか、牝馬得意な厩舎ってあるのかな？達人厩舎というのも追加されますね。霧島厩舎にしましょう。そうすると、普通ジョーカーが入ってきました。アーセウマンをやります。徳早さんっていうのがあるみたいです。まだですね。早い馬になりそうな期待はあるって出てますけど、期待ですからね。はい、よろしくお願いします。というわけで、今回のダービースタジオの動画はここまでとなります。またですね、チャンネル登録、ブログやツイッター、を見に来てください。で、最後にまた、関連動画を流しますので、よければこちらの方はアクセスしてください。では次回またゲーム動画でいこうでした。